第四共和国は、現代韓国史を憲法で区分した一時期。僕正規時代の後期、1972年10月17日から1979年10月26日までを、指し、維新体制とも呼ばれる。1971年の大統領選挙で、僕正規大統領は参戦を果たしたものの、野党、新民党の大統領候補として出馬した。 金大中候補に95万票余りの差にまで攻め寄られた。その上、直後に行われた総選挙で、新民党は89議席を獲得し、憲法改正阻止戦である3分の1を優に上回り、僕政権は与党、民主共和党単独では、再度の憲法改正が不可能となった。こうした結果を受け、与党の結束が乱れただけでなく、 野党や学生園による反政府運動が盛んとなった。このままでは政権維持が危うくなると考えた僕は1971年10月15日、ソウル市一園に英寿令を発令。同年12月6日には北朝鮮からの侵攻が間近に迫っているとの理由から英寿令を格上げする形で国家非常事態を宣言した。その一方で、 デタントの流れを受ける形で、北朝鮮政府との秘密裏の接触を、始め、1972年7月4日には、自主、平和、民族大同団結を歌った、南北共同声明が発表された。共同声明の発表で、南北統一への機運が高まる状況をした。僕は10月17日に、特別宣言を、発表。 非常戒厳令を半ば抜き打ち的に宣布した。そして、戒厳司令部の布告によって大学は、休校、新聞や放送など、マスメディアには、事前検閲が敷かれた。こうした中、一週間後の10月27日、大統領の任期6年と住人制限の撤廃を、旨とする、憲法改正案が公告され、翌11月21日に行われた。 国民投票で9割以上の賛成票で、会見案は成立した。国民投票の翌月、12月15日に、統一主体国民会議を構成する、大議員選挙が行われたが、立候補資格が厳しく、当選者はほぼ政権支持派で固められた。そして同月23日に統一主体国民会議、第1回会議が行われ、唯一の立候補者であった方が、 大統領に当選した。こうして、第四共和国体制が出版することとなった。第三共和国憲法にあった大統領の多選禁止規定を撤廃し、大統領の選出方法を間接選挙制に改めるなど、僕世紀の永久失権を目的にしたものだった。また、日本の第二本帝国憲法と同様に、国民の自由や権利には、 法律の範囲内でと留保規定が設けられた。英住令が発令された15日付の東亜日報1面、7面、僕大統領が非常戒厳令を宣布したことを、報じた1972年10月18日付、東亜日報憲法改正案が公告されたことを、報じる1972年10月27日付、東亜日報改正憲法案が、 国民投票で確定したことを報じる1972年11月22日付、東亜日報1962年の憲法制定時には大統領の再選は容認されていたが2回以上は禁止されていた。1969年にその規定を改正し参戦できるように改められた。ありがとうございます。